石破さんが逆切れしていると怒っている、イライラしているんですね。石破首相は24日広島市で街頭演説、派閥裏金事件を受けて衆院選で非公認となった候補側に自民党本部が2000万円の活動費を支出したことについて政党支部に出しているのであって非公認候補に出しているのではない、報道に誠に憤りを覚えると述べた。まあ、でも一緒ですからね、これね。これ、あの人も言ってたね。幹事長も言ってましたけど、同じようなこと。政党支部長に出したら一緒じゃないっていう。で、報道偏った見方に負けるわけにはいかないとかだった。まあ、逆切れしてる。報道のせいだ。自分が負けた。首相が活動費の支出に言及したのは初めて。首相はこの厳しい情勢の中、自民党の公約政策を分かってもらいたいとの思いで支部に活動費を出している。選挙に使うことも全くないと説明した。政党支部は、かねて政治家の財布とも指摘しており、野党からは、偽装非公認との批判が積もっている。まあ、ここはよくわかんないですけどね。まあ、違法ではないらしいですけど、まあ、見方がね、またかって感じになりますよね。まあ、なんでそんな石破さんが、逆切れしてんのかというと、今日の文春でかかってる。結構やばいと、自民党が。文春の調査では。まあ、最初の頃ね、勝敗ラインとされる自公で過半数233議席、もう半分以上ね、についてはギリギリ維持できるとの見方が大、まあ、体制を占めていたと。こうした結果に目をした石破茂さんは、周囲に語った。最初はこんなもんだろうねと。裏金議員を非公認にしてよかった。あれがなければ底なしだったと。しかし、現在、独自の調査でね、文春がね、選挙情勢について、政治広報システム研究所っていうところで調べたのか。その結果、石破政権が恐れる底なしの転落がすでに始まっていると。自民党は、現議席から、51議席減。だからすごい減るんですよ、自民党がね。51議席減っちゃう。で、公明党はもう7議席減るんですよ。そうすると、233議席が必要なのに、222議席になる。だから過半数届かなくなる、自公連立でも。ここやばいって話ですよ。かなり自民党落ちるんじゃないかって言われてるんですよね。まずこれ予測ね、自民党の、現在が248議席あるんですよ。結構だから勝ったんですよね、前ね、岸田さんでね。でも今回で予測が197なんですよ。ガクンと減るんですよね。もっと減るのかもしれないって言われて。公明党は32から25減ると。しかし立憲民主党は98から153って相当増えるんですよね、予測では。維新は44から40ちょっと減る。共産党は10から12ちょっと増える。国民民主党も増えるんですよ。7から11って結構増えるんですよね。4議席増やす。令和も倍増やす。3から6に増やす。社民党はまあ、同じなんだけど、参政党も1から2に増える。で、日本保守党ですかね。ここが0とか当たり前ですよ。だって今までなかった党ですから、それがいきなり今回出るんで、5です。5議席。まあ、ほぼほぼ比例ですけど、5議席。で、予測は1取るっていうのは多分あれかな、名古屋かな。かなり自民党は今追い詰められてるわけですよね。そうなると何が起こるのかというと、やっぱ石破おろしが始まるっていうことですよね。やっぱり高市早苗の方が良かったんじゃないのかというふうな流れに今後なってくるんじゃないかというところで。石破茂の次の一手が注目されている。獲得議席数によって石破おろしが吹き荒れる可能性もある。これまで、持論の数々を封印して鬱憤がたまる石破氏が首相を続けていくには暴走モードに突入するしか道は残っていない。何が始まる？そうですね。来年の参議院は石破首相のもとでは戦えないっていう反石破が出てくるってことですね。まあそのトップになるのは惜しくも敗れた高市早苗。そして茂木さん。来年の夏にまた参議院と合わせて衆参再び解散する衆参ダブル選挙という一手。それはまずいでしょう。そんなことする気なのかな。まあ、とにかく今、石破さんイライラしてるんですよ。なんか、思った通りにいかなくて。そしてマスコミのせいにして、偏ってるみたいな感じでね。そうではないでしょうと思いますけどね。まあ、自分が
優柔不断なのが悪いんじゃないのって思いますよ。まあ何にせよ僕はマイナ保険証でまず絶対混乱が起きるなーっていうふうに分かってんのに、なんで最初は見直すって言ったのに総理大臣になった途端に現行で行くっていうのが、まずそこが信用できないから、まあざまあ見ろと思いますけどね。